アレクサンドル・ミハイロビチは、ロシア大公。ロシア皇帝ニコライ一世のバッシミハイル・ニコライエビチ、大公の四男、母は、バーデン大公レオポルト一世の娘よりが、不要ロブナ。アレクサンドルとクーセニア・アレクサンドルと、イリナ1866年に、トビリシで生まれ、幼少の頃から、サンドロの愛称で呼ばれていた。 成長したアレクサンドルは、ロシア帝国海軍に入隊し、1885年に、士官候補生として、海軍大学校を卒業後は大日本帝国、ブラジル帝国を親善訪問した。1894年に、いとこである、アレクサンドル3世の長女セにアレクサンドロブナと結婚し、7人の子女を設けた。これにより、アレクサンドルは、 ニコライ二世の義理の兄弟となり、彼の私的な補佐役の地位を獲得した。アレクサンドルの批判を含む助言は、ニコライ二世に大きな影響を与えていた。アレクサンドルの回顧録によると、ニコライ二世への影響力をめぐり、アレクサンドラ皇后と争っており、彼が信じる、ロシア国内で反ユダヤ主義が蔓延しているという、見解を、ニコライ二世に共有させようとしていたという。 1895年には太平洋艦隊の強化に乗り出し、翌年に海軍士官学校教官となり、戦術理論を担当した。1901年から1902年にかけて国海艦隊の戦艦ロスチスラフ艦長を務め、1903年に国海艦隊下級艦隊司令官に任命される。日露戦争の際には武装商船団の指揮官を務め、戦後は 海軍参謀本部の創設に尽力し、艦隊の再編成や新型戦艦の建造を熱心に主張した。この間、自身の発議により、貿易公開、港湾総局が創設され総局長を務めたほか、1904年には、義援金による艦隊強化特別委員会委員長に就任した。これらの職務を通して、長距離輸送用ラインの作成と商船の公開訓練、 港の新設に貢献した。1909年に中将に昇進した。アレクサンドルは航空戦力の充実にも力を注ぎ、1910年にセバストポリ郊外に航空大使館学校を創設した。第一次世界大戦勃発後はロシア帝国航空大司令官を務め、1916年12月には空軍総監に就任した。 アレクサンドル・ロシア革命が勃発すると1918年にクリミアから脱出し、祭司及び姑のマリア皇太后たちは、翌1919 19年にイギリスが差し向けた戦艦マールバラに乗り込んで亡命に成功した。亡命後はパリに居住し、回顧録を執筆する傍ら、エチオピア帝国皇太子のラスタファリマ昆念と交流する日々を過ごしたほか、 考古学に興味を抱くようになり、各地を旅するようになった。1932年2月26日に、ロクブリュヌイコールカップイコールマルタンで死去し、遺体は3月1日に同地に埋葬され、妻クセニアは1960年にハンプトンコート宮殿で死去した。アレクサンドルは、兄、ミハイル・ミハイロビチと共に、フランスのビアリッツやコート・ダジュールで休暇を過ごすことを、好み。 1908年にはカンヌのホテル建設に多額の資金を提供していた。アレクサンドル一家ニコライ2世は皇族たちが既遷結婚をすることを認めなかったため、アレクサンドルの子供たちのほとんどはロマノフ長が崩壊するまで結婚することはなかった。ロマノフ長時代にニコライ2世の許可を得て結婚できたのは長女イリナのみであり、1918年6月12日に、 長男アンドレイが、ヤルタで結婚した時には、ニコライ2世はすでに退位し、エカテリンブルクに監禁されていた。ありがとうございます。